も、こんばんは。いつもふぐさしバーホヤチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。ふぐさしです。クリスチョーです。このチャンネルは私の地元の山梨県のバンフォーレ甲府を応援することをメインテーマとしつつ、クリスさんのように、バンフォーレ応援し始めて2年目ですね、これまであまりサッカーにこう馴染みがなかった方にもバンフォーレ甲府の応援を通じてサッカーが面白いなと思ってもらうようなチャンネルを目指しておりますのでよろしくお願いしますということで、まあ前で言ってますけど久々の動画になってます。はい、はい、日本が誇る動画編集者のクリスさんの力をもってしても、やっぱあの選手もね、なんか2日3日の練習が厳しいようで、なんか2日3日 の、 あの動画編集が厳しいものなんです。天皇杯がね、勝ち進んでいることもありまして、はい、どうしても5連戦とかになるので、やばいよね。まとまって動画撮って、っていう形になってしまっているので、うん、5試合分ぐらいのまとめてになってますけども、まあ日程的に応じてね、動画今後も上げていければと思いますので、お付き合いいただければと思います。で、今日は4試合リーグ戦と、あと天皇杯4回戦からの振り返りと、あとまあ今後のスケジュールの確認と、3分ぐらいでお届けしたいかなと思います。ということで、まずリーグ戦4試合行っているので、はい、それからサクサクっと振り返っていきたいと思います。前回が山口戦まで動画をお届けしてますので、24節の長崎戦から、振り返っていきたいと思います。はい、まず今朝の結果発表、長崎戦。はい、今回は0対1で甲府の負けです。2連敗ですね。ちょ、山口戦から軌道が消えちゃってるみたいですけど、ああ、はいはい、まあ、開始9分、先制ゴールを決められ、うん、で、まあ、このスタッツ見れば分かる通り、SH シュート本数ですけど、長崎のほぼ倍近く、うん、10本ぐらい、一応これダゾーンとこうやって引っ張ってきてますけど、でもかかわらず1点が遠かったという、うん、まあ、決定力不足というか、まあ、複数得点が取れないっていう課題は出てたかなと。で、長崎も、監督が変わって、初戦っていうことだったんですけど、まあ、しっかり、まあ、もともと勢いはあるチームだったので、まあ、その中で外国人監督を招聘して、後半戦、勢いつけていくところの初戦だったところで、まあ、そういう新しい、こう、切り替えタイミングだったんで、チャンスあるかなとは思ってたんですけど、まあ、決定力不足、やっぱ自分たちの中でありましたね、課題が、っていう感じではありました。で、支配率もね、60%、6割以上は試合通して、ポジションできてたので、まあ、試合、ゲーム自体は、コントロールしてたかなっていうところではありますが、本当まず決定力につけるところではあったかなと思います。水曜日に開催された第25節仙台戦です。はい、結果発表、小池さん。はい、こちらは3対0で甲府負け。はい、3連敗はい、はい、ですね。この頃私たちは何してたかというと、ちょっと仕事の関係で、はい、仙台からはるか逆方向、はい、大阪におりました、はいはい、試合中は串カツ食ってましたまあそれが結果かかったかかかってないか、まあ、置いといてですよね。これは、まあ、大したのか、まあ、家帰ってて大阪戻って試合見ましたけど、うん、まあ、今季はそのゲームと大将も多分口を揃えて言うんじゃないかっていうような内容のゲームでした。まあ、仙台も強いですけどね、やっぱり昇格争いを、まあ、自動昇格圏2位内争ってる3チームのうちの1チームではあるので、やっぱり実力差はあったかなっていうところはありますが、まあ、それ以上に、まあ、あまり甲府が良くなかったっていうところでは、まあ、複数得点できないところが無得点。そうではあるので、厳しい試合だったかなっていうところで。続いて、3連敗、4連敗なるを阻止するべく、ホームで秋田戦を迎えました26節です。はい、クイさん、結果発表。はい、こちらが、3対1で、甲府の勝利。山形戦ぶりか。いやー、しかも複数得点と。そう、久々のね、5月のベルギー戦ぶりでした。やっぱ取れない取れない言われてたけど、やっとね。はい、まあゴール取ったのも長谷川さん、うん、7点目、うん、はい、でした。で、2点目取ったのがノリックー。ノリックのこの初ゴールでした。なんかあれでしたね、あと言うと、こんなキッカー、フリーキッカーがあるゴールだったんですけど、やっぱフリーキックってこう、まあ、セットプレー続いてこう、その都度その都度こういう動き方をして誰が誰になってきるか、そういうのデザインされてるものがあるんですけど、だから当初デザインしてる形とは違う形でノリックが決めたと。まあそれでも入るときってそれたまたまでもさ、うん、狙った通りのことしなくても入るときは入るのが不思議なもんで、サッカーは。なるほどね、はい、まあ、この2点目は結構出やがったかなっていうところではありました。で、3点目に内野君が決めて3度で終えたかったけど、まあちょっと1点ずつなって感じでしたけども、うん、まあまあ課題だった複数得点っていうのは突破できたので、うん、よかったかなっていうところではありました。で、尾身さんがね、最後執念のスライディングを見せてたのでやっぱ大ベテランの存在感がでかかったなっていう試合でした。で、
2連勝をかけて挑んだついこの間の試合ですね。水戸戦27節結果発表お願いしますけど、はい、こちらは1対1のドローでございます。連勝ならず、先制点を取っただけにね。そうね、純真くんの山形戦ぶり2点目ですね、うん、でした。で、ちょっとまあこれ直近の試合だったので詳しく話していくと、コロナがね、まあ、今まあどこも流行り始めましたけど、またね、うん、甲府もこの試合の日の前日に1人トップチームの選手で陽性判定があって、で試合後の発表になってましたけど、試合当日にも2人追加で陽性の発表があって、3人、コロナで試合に対応できず、かつ多分濃厚接触っていうか関係近かった選手も多分メンバーが外してはいたはずなので、メンバーを見てみると川ちゃんとかは結構だねですけど、内藤大和くんとか、まあ、純真くんもね、あのベンチスタートが多いですけど先発出場という、うん、まあ、それ結局ね、結果それで結果を残す、まあ、純真くんはアピールできたのかなっていうところではありますけど、うん、まあ、結構登録18人、ベンチメンバーを含めて18人登録できますけど、結構ギリギリのカツカツの中で挑んだ試合だったとまあほとんどだったので、まあそう考えれば、まあ、緊急事態っていうところでは引き分けもまあ御の字なのかなと言いたいところですけども、まあでも先制してただけでね、本当ね、勝ったっていうところで、こうしかも前回勝ってるからさ、人としてさ、やっぱりよぎっちゃうよね。そうね、単純にあ、もう俺乗ってんじゃんみたいな。ただでもこうやっぱり他のチーム見ると、まあ、東京ベルディとかもそうですけど、活動停止とかになっちゃうと、延期になった試合がまた後半、もっともっと後半になった時に連戦とかになっちゃうケースもあるので、まあ、試合を行えたっていうことは、まあ、一つある意味良かったとは思いますけども、まあ、あと結果の前だっていうところではありましたが、まあでもしょうがないですよ、この中でもうシーズン進めていくっていうのはどこのチームも条件的にも同じなので、うまくやりくりして、その中で結果を出していく強さが見えればなっていうところではありました。はい、っていうのがリーグ戦4試合でした。はい、はい、で、2つ目のトピックとして、天皇杯4回戦16ベスト8をかけた段階ですが、はい、クリスさんが大好きなサガン鳥栖まあね、僕はあの好きなね、あのアニメがあのゾンビランドサガっていうところが、サガン鳥栖がね、いや、ワーホルファンとしてはやっぱりゆるキャンを応援してほしいですけどね、まあ、もちろん好きですけども好きなあのアニメでね、はい、そう、サガン鳥栖も、まあ、出てこないんでまあ近しいっていうところ、まあ、そう、はい、そういうのはということで、まあ、いわゆるクリスダーリーですよの結果は、はい、はい、3対1でバーホル勝利バーホル、じゃあ今は相手に強いし、なんかこれを言うとあれだけどさ、まさかのまあいい意味で、ね、そうまあどうしてもね、やっぱ J1 対 J2 になるとさ、うん、世間一般っていうか、まあサッカーファン的には J1 の方が格上と見られる位置ではありますけどね、しっかり下克上というか、ジャイアントキリングというかの果たしたのかなというところで、でしかも久々にこの男が点取りました。ルノパライは2点取りましたね。まず複数得点ですよ。まあ、これ秋田戦と水戸戦の間の水曜日に行われたんですけど、まあ、結局秋田戦が続いて2試合連続で複数得点できたっていう試合ではあったので、しかもね、ナギ君のゴールがの、すごい、あれね、去年の鳥海君みたいなね、すごいやつね、鳥栖のね、キーパーのパク・イリュー選手っていうのが、結構こうキーパーだけどこうポジションっていうかパス回しに参加してくるキーパー、まあ、チームスタイル的にね、あのそうなんで、要はフィールドプレイヤー10人でパス回せもプラスワールしてポジションに下がめていくって戦い方するのがサガン鳥栖なので、こうボールを奪った後すぐっていうのはキーパーが高い人ってことが多いんですよね。だからこうキーパーの位置を見てロングボールを蹴ると戻りきれなかったキーパーがいない無人のゴールに叩き込めるっていうケースではある。まあでもそれをあの距離をね、 50m 以上でこう距離を一蹴りでこうしっかりゴールまで叩き込んでいく松本凪選手のキック精度が素晴らしかったかなっていうと、はい、結構失点直後なんですよ、75分失点から1分後、はいはい、だからこう1点差に迫ったっていうサガンとその逆転に向けていくムードを潰しに行く、うん、もう精神的ダメージ大のゴールを決めたので、うん、これがやっぱり試合の中で決定つけたのかなっていうところではありますね。はい、何十万相手にもこう勝ち切るサッカーを見せつけた試合だったかなと思います。でこれで天皇杯次がベスト4をかけて、おおもう発狂の中に残りました。すごいよね。あの一応明日、今日これが10分値とって20日に延期分の、ベルディ対ジブで勝ったが行われるんですけども、その勝者が決まって8チーム目の確定します。でちょっと勘違いしたんですけど、前回の動画で勝ったら京都か栃木の勝者って話だったんですけど、一回これ組み合わせがまた変わるらしくて、あで今次の点差で決まりました。お
はい、アビスパ福岡。おお。はい、J1 です。まあそうですね。はい、まああと、ヴェルディが勝てば J2 勢、ヴェルディと甲府が生き残って、で、ヴェルディが岩田に負けると J2 代表みたいな感じで、ここに甲府っていう形になるので、もう J2 の誇りをかけて。ねえねえねえ。ただでもこれタイナメント戦でこの勝負強さを、うん、一発勝負強さを見せてはいるので、これワンチャンプレーオフとかになってもこう一発勝負の勝負強さっていうのはつながっていくのかなと、うん、やっぱりしっかりリーグ戦も6位以内は目指して戦っていきたいっていうところではありますが、はい、というところで天皇杯でした。で最後ですね、まあ、ここの日程の確認っていうか、はい、今27節まで終わりましたということは次が28節なんですよ、はい、でシーズンを3分割すると3分の2が次で終わります。おお、残すは3分の1の14試合プラス次の1試合、はい、15試合で順位見ると8勝10分け9敗引き分け多いですね。これね、まあ、負けないかい、負けないかいですね。まあ、まあ勝ちきれてないではありますが、まあ、2位横浜 FC、54勝戦オフが34、さん20っていうことなので、ちょっと口には出したくないですけど2位以内が現実的ではないのかなっていうところではありますので、まあ2位は目指しますけどね、うん、目指しますけど大逆転で、ただリアルの目標はプレーオフ圏内かなっていうところではありますので、まあ6位の順位勝ち点で言うと41、勝ち点差が7なので、まだ大丈夫、まあ、戦ってないチームの方が多いので、うん、全てやっぱり6ポイントマッチを持って戦い続けるしかないんですけど、ね、そうですね、次の今週末の対戦ではジェフ千葉です、うん、9位勝つ点差が3、勝てば並ぶ、勝つしかないんで、そうですね、はい、うん、天皇杯はね、いかにやっぱそのムードをやっぱり持ってきたいよね。そうなんですよ、うん、天皇杯が次がすごく開くんですよ、うんうん、9月の7日かな。あ、今回はあれ、アウェーというか福岡の方で試合するんですけど、まあ一旦ね天皇杯のことは忘れてリーグ戦に集中する1ヶ月ちょいぐらいかなっていうところではありますけど、うん、で J2 は普通に進行してるんですけど J1 が1回今ストップするんですよ、これで。っていうのが何かって今 E1 選手権っていう、あ、東アジア選手権っていう国際大会が日本で行われていて、はい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 、日本代表韓国中国香港かな、はいはいはい、で今日もう19日、うん、日本対香港行われてるので6-0で勝ってましたけど、うん、で国内組中世 J リーグ勢中心に、森保監督が、代表の森保監督が招集をしていて、なんとバンホール国内の招集はありませんでした。あっていうのは、もともと J1 は普通にスケジュール進んでるので呼ばないとか言ってましたけど、なるほどね。で J1 の中でなんと広島に帰った男がいましたよね、去年。 A さん誰ですか？野津田学人が代表に初招集されています。これは言わせていただきたい、ね、広島の選手ですけど、うん、で、まあ、それ前にも、まあ、ちょこちょこレンタルして、うん、武者修行というか、ね、うん、広島で輝くために経験を積んできた男ですよ、はいはいはい、で去年ここに来たんですよ、はいはい、で活躍して広島に戻り、そして代表に呼ばれると、おー、ということで、まあ、当然野津田選手の実力もありますよ。でもこれだけはしていただきたい、甲府のおかげでしょ。まあ今甲府選手ではないですけども、嬉しいじゃないですか。確かに確かに、僕的にもね、こうバンホール応援するになって、まあ、野津とこう同じ同期のやつから世界代表に選ばれてきてるクリス世代かがね、なんか日本代表に選ばれたみたいな、僕もね嬉しさあります。よかったね。でもこれは、まあ、嬉しい話題ですよね、やっぱ。そうですね、はい、まあ、こういう選手がね、例えば甲府から出てくるのはベストですけども、甲府、うん、まあ、で育った選手とか、甲府でこう何かね掴んで、そのチームで活躍する人たちが代表とか、うん、世界のチームで活躍する、まあ、伊東純也君とかそうですけど、そういう選手がもっともっと増えていくと、サポーターによるに尽きるんじゃないかなと思います、うん、はい、ということで、最後となりますが、はい、去年ですね、2021年、はい、紹介ができなかったですけど、最後結構ほら盛り返してたじゃないですか、あと1本とかまでそのきっかけになった試合があったと思うんですよ。3対0で勝った京都さんが、あそこから、あの試合含めて15試合で2敗しかしないんですよ。で、2位の京都相手に勝ち点差4まで迫った、うん、あの最後、怒涛の最終盤、クライマックスの、あれが28節でした。次の甲府の試合が28節です。あれ？ってことはですよ、まだ分からないんですよ、この残り14試合で、どこまで迫れるか。だから、くしくもね、
同じ28節、何かこう最終盤に向けてきっかけをつかめる試合になればいいかなと思いました、ね。去年2月28節は9月4日に行われてました。全然違うねもう2ヶ月1ヶ月半ぐらいずれ込んで、そうだね、やっぱ今シーズン早いですよねっていうところでございます。クエさん、最後にまとめの一言。はい、まあリーグ戦では確かにちょっと振るいませんですけど、まあ天皇杯はね、まあ振るって、ノッツさんが日本代表に選ばれたっていうんですかね、そう、はい、本当悪いニュースばかりじゃないというところで、なんか少しずつなんていう、まいた種がこうポッ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 ってなんか出てきてるような、なんかね、雰囲気あるとは思いますけれども、まあ残り3分の1か、だからようやく最後の最後まで一緒に応援していきましょう。よろしくお願いします、はい、いつもこのチャンネルご覧いただいた方ありがとうございます、チャレンジのコメント、グッドボタンしてくれた方もありがとうございます、引き続き、チームもね、終盤戦3分の1負けの戦いが続きます、この動画でも応援していきたいと思いますので、みんなで、盛り上げていければと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。